はい、おはようございます。本当に申し訳ない。ごめん、みんな。めっちゃ寝てた。ごめんなさい。というわけで、本日は、マリオカート8デラックスをやっていこうと思うんですけれども。すいません、ちょっと寝起きですし、声出にくいんですけれども。マリオカート23。ん?2時、3時、マリオカート、2時、3時、マリカ大会の、練習をね、やっていこうと思います。ないかも。なんかカニ踊ってるんだけど。これがほんまのナイトクラブや言うて。ははは、俺がこのキラーカイを司る女だぜ。クソどうでもいいこと言うしか喋れない。でもキラーってなんか、女をうならせることを、快感を覚えてさ。なんかキラーってさ、なんか女の子がもう自分がいないと生きられないみたいな感じにして、こう求められることに悦を感じそうじゃない？何のお話をしてるんですか？いや、マリオキャラが擬人化したら、私こういう話多分一生話せるよ。で、ムーンリッチャハイウェイ。この辺はデカデカとしてるな。ボム編ってでも一番付き合ったら誠実そう。けど、ストレスめっちゃ溜めて別れる間際に発散してきそう。デイジーサーキット、あら。なんか手じゃない？ちょっと。わ、手。ダブルデートとかするのかな。マリオとピーチとルイージとデイジーと。でもさ、なんかピーチとデイジーはさ、別にいいだろうけどさ、兄弟のさ、デートしてる姿ってあんま見たくないよね。ルイージーとかだ。へえ、兄さん。ピーチさんの前ではあんな顔するんだとかさ。逆にマリオが、ルイージーは、デイジの前だと、あんなに甘えん坊なのか、みたいなさ、そう嫌じゃない？で、ここも走りやすかった、シンプルだった気がする。